アービングの家ワシントン・アービングは19世紀前半のアメリカ合衆国の作家。自費出版していた社会風刺雑誌サルマガンデ・アービングはニューヨークのマンハッタンに商人の息子として生まれた。父親はスコットランド系、母親はイングランド系の移民で11人兄弟の末っ子だった。名前はジョージ・ワシントンにちなんで命名された。 1802年、法律事務所で見習いをする傍ら、兄、ピーターのモーニングクロニクル誌に、ジョナサン・オールドスタイルのペンネームで、ニューヨークの風俗を風刺するエッセイを発表。1804年、結核の兆候が現れ、雇用方々ヨーロッパに遊び、1806年に、帰国して弁護士事務所を開業、傍ら分筆に親しんだ。1807年に、 兄ウィリアムとジェームズ・カーク・ポールディングとともにユーモアやパロディを交えて社会情勢を語る雑誌サルマガンディ・サルマガンディを発行。1809年には最初の辞書ニューヨークの歴史を上司、同時期に17歳の恋人を亡くしている。米英戦争の影響でアービング家の商売に行き詰まりが生じ、イギリスで 貿易賞をしていた兄を手伝うために1815年に、とええ。兄が病気になり破産したため、家計を助けるため執筆に励み、以後17年間をヨーロッパで過ごす。1817年には、長年の憧れの作家ウォルター・スコットと人を介して、会うことがかない、スコット邸に4日間滞在。スコットとの会話をきっかけに、執筆を本格化し、 1818 18年には、アーヴィングを一躍有名にした、リップ・バン・ウィンクル、スリー・ピー・ホローの伝説を含む短編集、スケッチブックを出版した。法律家でもあったアーヴィングは、アメリカの対イギリス・スペイン外交官のメンバーであった。アーヴィングはスペイン語が流暢だったため、スペインに関する彼の著書は素晴らしいものとなった。また、ドイツ語やオランダ語など、 他にもいくつかの言語を読むことができた。アービングは多作で多くの場で尊重されているジョージ・ワシントンやムハンマドといった人物の伝記やコロンブス、ムーア人、アルハンブラ宮殿など15世紀スペインに関する多くの本を書いた。アービングは1832年にアメリカに帰国すると西部のフロンティアを旅し、西部の民族に関して一別したところを プレイリーの旅エッツアーオンザプレリーズに記した。彼はヨーロッパ人やアメリカ人とネイティブアメリカン民族との関係を悪化させることに反対する以下のような発言をしたことで知られている。1836年にアービングはニューヨーク郊外のハドソン川沿いの町タリータウンに屋敷を構え、サニーサイドと名付けた。以降、 スペイン大使を務めた1842から1846年を除き、その地で過ごし、遺作となった、ジョージ・ワシントンの生涯ライフ・オブ・ジョージ・ワシントンの執筆に専念した。この家と周囲の土地はもともと18世紀の入植者、ウォルファート・アッカーが所有しており、アービングは彼についての短編、ウォルファートのネグラ・ウルファート、エス・ルーストを書いている。また、 マシュー・ペリー提督とも隣同士で交友があり、ペリーのことをジャパンドと呼んでいた。テキサス州の都市、アービングやアラバマ州バーミングハムのワシントン通りとアービング通りは彼の名にちなんで名付けられたと伝えられている。また彼の著書、ブレイスブリッジホールブレイスブリッジホールは、オンタリオ州、ブレイスブリッジの名の着想となった。アービングの最初の著書は、世界の始まりから、 オランダ王朝の終焉までのニューヨークの歴史、ディートリヒ・ニッカー・ボッカーチョエイヒストリー・オブ・ニューヨーク・フロム・ザ・ビギニング・オブ・ザ・ワールド・ツー・ザ・エンド・オブ・ザ・ダッチ・ダイナスティ、バイ、ディートリヒ・ニッカー・ボッカーである。これは、ニューアムステルダムの古いオランダ市民の生活をユーモラスに描写した風刺文で、この作品によって、ニッカー・ボッカーという言葉が辞書に載るようになり、英語でより広く使われるようになった。 アービングは1815年から1822年に渡ってヨーロッパを旅し、その際にアボット・フォードにウォルター・スコットを訪問、滞在飛行機を表した。1820年、彼はアメリカに取材した作品スリーピーホローの伝説とリップバン・ウィンクルを含むイングランドの生活を描写した文集、スケッチブックを刊行した。ヨーロッパ滞在中、 彼はアメリカのイギリス施設団のメンバーであったが、暇な時に彼は大陸部へ旅行に出かけ、オランダやドイツの民間伝承を幅広く読んだ。スケッチブックに収録されている物語はヨーロッパでアービングが書き、ニューヨークにある出版社へ送られてアメリカの雑誌に掲載された。一方イギリスでは彼の短編が彼に無断でイギリスの出版社によって製本されてしまった。 そのため彼はヨーロッパとアメリカで同時に出版することで著作権を保護することにした。リップ・バン・ウィンクルは彼が妹のサラとその夫ヘンリー・バンウォルトと共にイングランド・バーミンガムに滞在していた時に一晩で書き上げられた。この場所は彼に他にもいくつかの作品の着想を与えた。ブレイスブリッジホールブレイスブリッジホールまたはユーモリスト ヨセアツメザ・ヒュームリスッツ、A メドレーは、この地にあるアストンホールという建物が元になっている。アービングは4年間のスペイン滞在中、1828年に、クリストファー・コロンブスの生涯と公開ザ、ライフボイーイ地蔵ブクリストファー・コロンバス、翌年に、グラナダの占領コンクエスト・オブ・グラナダ、1831年に、コロンブスの仲間たちの、 公開ボイジズオブザコンパニオンズオブコロンバスを執筆している。アメリカへ帰国する直前、彼はイギリスとアメリカで同時に観光される作品、アルハンブラ物語テールズオブザ・アルハンブラを執筆した。この作品の本来の題名は収録された短編の名をすべて合わせた冗長なものであったが、1851年にアービングは作者改訂版を執筆し、この時に アルハンブラ物語と題した。アービングは1829年からロンドンのアメリカ公使館に秘書官として勤務し、1832年にアメリカに帰国して、1835年にスペインの征服者たちの伝説レジェンズ・オブ・ザ・コンクエスト・オブ・スペインを出版している。しかしこの時期の彼の主要な作品は3作の西部の本で、これらはアービングが イギリスやスペインで過ごした時間が彼をアメリカ人よりもヨーロッパ人に近づけてしまったことを忘れさせるために作られた。彼の最初の西部作品は1835年のプレイリーの旅である。この本の第10章の始まりは以下のような文章を含み一部の文芸評論家から彼の外面的様相に関する懸念の言葉であると解釈されている。 彼の二番目の西部の本はアストリア・アストリアである。彼はこの作品を当時すでに引退していた大正人ジョン・ジェイコブ・アスターの元に滞在していた6ヶ月の間に執筆した。この作品はアスターの毛皮貿易植民地を作ろうとした試みに対する尊敬に満ちた物語である。アービングがアスターの元に滞在している間に 軍人で探検家のベンジャミン・ボンヌビルが訪れた。彼が3年間にわたってオレゴンカントリーで過ごしたという物語はアービングを魅了した。1から2ヶ月後、アービングがワシントン DC でボンヌビルと再会した時、自分の旅について書こうと苦労していた。ボンヌビルはその代わりに自分の地図とノートをアービングに1000ドルで売ることを決意した。 アービングはこの資料をもとにして、三つの西部の本の中でしばしば最高傑作とみなされる、キャプテン・ボン・ヌビルの冒険・ザ・アドベンチャーズ・オブ・キャプテン、ボネビルを執筆した。アービングは、ニューヨーク市に対する愛称、ゴッサムを普及させ、また、万能のドルという表現を生み出したのも彼だとされる。アービングはまた、ジョーゼフ・ヘラーの小説、キャッチーイコール22の作中で、 自像屋のモチールに名として、ジョン・ミルトンと共に登場する。ワシントン・アービング・アメリカン・オーサー・インスイクロープディア、ブリタニカ・ワシントン・アービングと、日本邦訳は、ウォルター・スコット・邸訪問記、モ岩波文庫、アルハンブラ宮殿南スペインさんと物語2004、P42。ありがとうございます。